バドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得したしだちはる27が14日放送の日本テレビ系クリームシチューのザ・レジェンド・パリゴリンメダリスト大集合 SP5900 に出演大ファンである元の木坂46で女優の山下美月のサプライズ登場に大興奮したパリゴリンで活躍したメダリストたち31人が集結し 一部生放送を交えて激戦を振り返る特番番組の途中でアシスタントの日本テレビ三浦真美アナウンサーからあるメダリストをお祝いしたいと駆けつけてくれた方がいますと紹介しサプライズゲストが待っていた幕が上がるとそこには山下が花束を持って待っていた山下の大ファンでパリ五輪中も山下のキーホルダーをバッグにつけて試合に臨むほど大ファンである志田は待って待って やばい、かわいい、どうしよう、と大興奮。シダが応援していることは山下も知っていたという。ずっと前から応援してくれていて、今回のパリ五輪で活躍を見てました、と話した山下。そしてタコの格好をした、タコかみつき、キーホルダーをつけていたことについても、タコで全世界に映ってしまって嬉しいんですけど、もうちょっとかわいいやつが、もうちょっと漏れたグッズもあるのに、 と笑顔を見せた。それを聞いて志田は山下への愛が大爆発。パリ五輪前にはたくさんの缶バッジを買ったが山下が当たらなかったと明かした。それを聞いて山下は、いくらでも渡しますし、いくらでも送ります。とまさかの約束に志田は倒れそうになりながら、ありがとうございます。と感謝した。山下から花束を受け取って抱擁すると、やばい。 やばい、と興奮が止まらなかった。MC のクリームシチュー、上田信也から、山下さんへ何か質問とかある。としだに尋ねると、志田は、答えられるかわからないですけど、今使ってる香水は何ですかと可愛いらしい質問にスタジオは笑いに包まれた。山下は、今度、同じ香水をプレゼントします。と新たな約束すると、志田は、え、使えないです。 と感動していた。